三沢光晴最後の日あの受け身のうまい三沢に何があったのかこの不運な事故の予兆とは2009年6月13日この日はプロレス界にとって忘れられない日となってしまったのは広島グリーンアリーナ大会で三沢光晴が斎藤明俊のバックドロップを受けた後に動かなくなり救急搬送 午後10時10分に搬送先の広島大学病院で頸髄離弾により命を落としたのであるあまりにも突然の秘宝であったこの日三沢光晴は塩崎豪とタッグを組み挑戦者として GHC タッグ王者である斎藤昭俊バイソン・スミス組に挑む選手権試合であった試合はいつものように序盤から白熱した展開となった 塩崎は三沢がすごく汗をかいていて顔色もそんなによくなかったことから極力三沢に頼らないように心がけていたその結果塩崎は王者組である斎藤バイソンの猛攻をほとんど一人で受ける展開が続いたそして猛攻を耐えしのいだ塩崎が三沢とタッチ三沢はランニングエルボー先頭運トーンをバイソンに決めたが斎藤のアシストもあり 合体のなだれ式アイアンクロースラムで反撃されてしまうそしてこの後試合の権利はバイソンから斎藤へと移ったなおも三沢は斎藤のラッシュを食らうがフォールはカウント2で返す斎藤が見せるいつも通りの波状攻撃であったが三沢はあともう一踏ん張りして反撃し最高のお膳立てをして塩崎につなごうとしていたそして問題のシーンが訪れる 斎藤がバッックドロップの体勢に入り三沢を投げる斉藤にとってのバックドロップは決して決め技ではなく試合の流れを変える時などに使うつなぎ技である普段通りのバックドロップだっただが三沢はそのバックドロップを食らってから全く動かなくなってしまったそして三沢の顔色がみるみる紫色に変色していった 斉藤はラリアットで追撃しようとニュートラルコーナーを背にして待っていたが三沢は両肘と両膝を90度に折り曲げ横にくの字で寝たまま動かなくなってしまった西永レフェリーが駆け寄り結相を変えながら左肩を揺すり顔を近づけて意識を確認する動かなくなった当初は閉じていた目がガッと見開かれ穴ぬ方向を向いたそして2人の間でこんなやり取りがあったという 西永レフェリーが動けるかと聞いたすると三沢から「ダメだ」と一言「西永レフェリーが止めるぞ」と聞いたら今度は「止めろ」との返答があったのだ数秒間場内は異様な静けさに包まれたそして「カンカンカーン」というゴングの音で試合が止められ王者組の勝利となると観客からどよめきが発生会場は騒然となった。 みな何が起きたのかはっきりとわからなかったが三沢に異変が起きていることは誰の目にも明らかだった勝者斎藤のテーマ曲が流れる中杉浦隆は一緒にセコンドで見ていた石森に麻子トレーナーをバックステージへ呼びに行くように指示王者組は勝利を喜びながらもその表情には明らかに戸惑いの色が浮かんでいる。 朝子トレーナーは三沢の元に駆けつけると体を仰向けにして口に手を入れ舌が引っ込み喉を塞ぐことを防いだたまたま観客として来ていた医師2人もリングに呼び込まれすぐに心臓マッサージを開始そしてリング下に常備されている担架がリングに運び込まれたその後の搬送をスムーズにするためサードロープが緩められたリング上では医師が心臓マッサージ30回 朝子トレーナーが人工呼吸2回というサイクルを繰り返していた場内の観客は心配そうに事の経過を見守り一部からは悲痛な叫び声も聞こえその思いは大三沢コーと変わっていったキャンバスの上やリングの周りにはほとんどの選手たちが集まり必死で「社長」などと声をかける三沢はシューズを脱がされ石森と山本レフェリーが AED を持って走ってきた。 青コーナーの入場ゲート付近にはバックステージで腰の治療を受けていた秋山も動かぬ体を引きずるようにして現れたこの時救急措置を行った医師の一人はこの時の様子を次のように語っている駆けつけた時は自発呼吸もなく脈もなく心肺停止の状態でしたそこで直ちに心臓マッサージをしましたそして救急隊が会場内に到着 すぐに医師2人朝子トレーナーに状況を聞き心肺蘇生を続けたそして三沢は救急隊の持ってきた担架に乗せられ場外へと降ろされたこの頃になると観客の一部は涙を流しリングから目を背ける人もいた三沢は担架ごとストレッチャーに乗せられると頭部を固定する機器と人工呼吸器がつけられたそして三沢は救急車に乗せられ広島大学病院へと向かった 会場内は三沢が搬送されてからも観客はほとんど帰らず異様な雰囲気になっていた選手やスタッフもみんな動揺している中佐々木健介に促された当時選手会長の森嶋武氏がマイクでこんな形になりましたけど必ず三沢さんは帰ってきます今日はありがとうございましたと大会を締めくくった三沢を乗せた救急車が広島大学病院に到着した すぐに集中治療室に運ばれると、6人ほどの医師たちが入れ替わり立ち替わり、心肺蘇生を試みる。そこにいた桃田は搬送されてから15分後ぐらいに、心電図が一瞬ポンって上がった様子を確認したが、懸命の処置も虚しく、午後10時10分、三沢は帰らぬ人となった。去年、46歳。死因は後日、頸髄離断と発表された。 この三沢の不運な事故、予兆は間違いなくあった。三沢はずっと激闘を続けてきた。そのダメージは肩、腰、膝など全身に及び、特にひどかったのが首だった。軟骨がすり減り、骨同士が当たって全体に棘のような骨曲ができていた。首を動かすたびに激痛が走るようになり、普段生活をしている時も首の可動域を確認するかのように、 左右へゆっくり頭を動かすのが習慣となっていた歯を磨く時は右手で歯ブラシを握り左手で頭を押さえるそうしなければ耐えられないほどの痛みが出るからだそして年々状況は悪化2009年には顎を引くだけではなく下を向くこと自体が困難な状態になっていた三沢は前日時代から相手の技を真っ正面から受け止めるスタイルで怪我が多かった タイガーマスク時代には左膝前十字じ帯を断裂し長期欠場を余儀なくされたまたチャンピオンカーニバルの川田俊明戦で左眼下低骨折の重傷を負ったがその後も出場を続けてリーグ戦初優勝を飾ったこともあるさらに全日本プロレスの四天王時代を契機に相手を垂直に落下させるドライバー系の技や空中で放り捨てるスタイルの投げ技が急増。 かつてのプロレスラーが決め技として使っていたバックドロップジャーマンスープレックス一発ではなかなか相手を仕留められない時代になっていただがその代償として三沢の首は普通の人では考えられないほどのダメージを負っていたそして2000年8月三沢はノアを旗揚げしたジャイアント馬場がいなくなった全日本プロレスからほとんどの選手スタッフが参画し いつしか業界のの名とと呼ばれるまでのメジャー団体となっていたしかし流星は長く続かなかった2006年6月に当時のエースである小橋健太の腎臓がんが発覚して長期欠場を強いられた上に世代交代もなかなかうまくいかずに観客動員が徐々に低迷明らかに前世紀は過ぎていた三沢であったが同年12月次世代を担うべき丸藤直道を破って 44歳で第11代 GHC ヘビー級王者になると2008年3月に森島武氏に明け渡すまで1年3ヶ月もベルトを死守本当はプロレスラーとしてはそろそろ一線を引きたいところだったしかし2009年3月いっぱいで生命線だった日本テレビの地上波放送が消滅団体としての凋落をなんとか食い止めようと 三沢は経営者的判断から再びボロボロの肉体と精神を奮い立たせ晩年も団体の大黒柱として戦いの最前線で奮闘しなければいけなかったのだそしていよいよ三沢の体が限界に近くなりついにノアは世代交代へ舵を切ることに塩崎を団体のトップにしてヘビー級を回していく方針を決定した。 グローバルタッグリーグ戦ではミサワのパートナーに塩崎が抜擢されることになったタッグリーグ戦はミサワがあえて受けに回って最後は塩崎に回して勝つというように塩崎を立てる試合を行っていたこの頃ミサワは練習不足もあり明らかに体重が増加お腹もぽっこり出てきていた顔もちょっとむくんでいて顔色もあまり良くなかった このようにコンディションが良くない上に受けに回ることが多い試合をこなしていたため体力的にはかなりきつかっただがそこまでして塩崎にタッグベルトを取らせ世代交代しようと考えていたそして三澤塩崎組はグローバルタッグリーグ戦を制覇優勝決定後に三澤が「今日は俺何もやってない」というほどの奮闘を塩崎が見せ最後は先輩の森島武から「 初めめてピンフォール勝ちを収めた三沢の思惑どおり塩崎はトップ選手への階段を一気に駆け上がっていったのだ実は三沢は数年前から周囲に「俺もういいか」と引退を示唆するようなことを話していたそれでも三沢はノアを再び上昇気流に乗せるために戦いの最前線に立ち続けることを選んだ そして最後の大仕事と考えグローバルタッグリーグ先制派から GHC タッグオーザダッシュまで塩崎をサポートしようとしていたのだしかしその志半ばで悲劇が起きてしまった当日の試合も三沢の体調は相変わらず最悪であった三沢はこの日試合前にすごく汗をかいていて顔色も良くなかったすでに限界が来ていた セカンドロープに登ってダイビングボディープレスを放つ前に足を踏み外すほどであった対戦相手の斎藤も異変を感じていたバックドロップで持ち上げた時いつもより重く感じたという後にも先にもバックドロップでああいう感覚になったのは初めてだそうだ斎藤はコーナーで三沢が起き上がるのを待って次はラリアットを入れる準備をしていた だが三沢は一向に起き上がってこなかったそしてしばらくすると西永レフェリーの焦っている姿を見て異常事態が起きていることを認識した事の重大さを認識した斎藤は祈ることしかできなかった病院では朝まで心の中で三沢に話しかけていた三沢が亡くなったという報告を受けたのは病院についてちょっとしてからだった 衝撃が大きすぎてすぐに現実を受け入れることができなかったその時自分自身の身の振り方人前に立っていいのだろうか試合をしていいのだろうかそれどころか自分の人生自分の命をどうするのかということまで考えたそこで出した結論がもし自分が命を絶ったとしてもプロレスをやめたとしても それは現実ののの罪悪感からの逃げに過ぎないのではないいか、というものであった。そこで斎藤はファンの方に刺されてもいいから全部正面から受けようその怒りや憎しみを自分が全国を回って受けるべきだろう自分は逃げてはいけないだからリングに立とうそしてこれからもずっと向き合っていこうそう覚悟を決めたのであった病院には三沢夫人も来ていたが 会社から夫人の近くに行かない方がいいという指示があったご家族にお前なんかに会いたくないという気持ちがあるかもしれないという配慮からであっただが斎藤は三沢夫人に歩み寄り「すみません自分が自分が申し訳ありませんでした」と謝罪したすると三沢夫人は斎藤のことを気遣って「大丈夫だからあなたのせいじゃない」 これからも頑張っててプロレスを続けてください、と言葉をかけてくれたのであるそして斎藤は病院を出てその日試合をする博多にバスで向かった試合前には必要最低限の練習を行ったが涙が止まらなかった試合こそプロとして気丈に振る舞ったが試合を終えて改めてリングサイドに置かれた三沢の遺影を見た時は何もかも抑えきれなくなり号泣 家に向かって土下座したのであった今も三沢光晴への思いを心の中に持ち続けノアでプロレスを続けている斎藤には今でも SNS などで誹謗中傷があるというよくノアのリングでで試合できますねそれでも斎藤はそんな誹謗中傷の声にも負けず戦い続けている斎藤は 考え抜いて出した結論ですのでこれからも戦い続けます」と語るそしてこう続けた「筋肉もそうだけど衝撃などで破壊されたあと時間が経つと以前より大きくなるんだよねだから心も何回も壊されても修復したら大きくなると自分に言い聞かせているんだそして今斎藤はあの一時封印していたバックドロップを試合で繰り出している」 また斎藤はプロレスラーを続けた自分の選択に後悔はないこれが正解かどうかは正直わからないけど天国に行った時三沢さんから「それでよかったんだよ」と認められるような胸を張れるプロレスを続けたいと語っている三沢の死後しばらくしてから斎藤は会社を通してある手紙を受け取った。生前の三沢が知人に もし試合中に亡くなったら対戦相手に渡してほしいという手紙であった「きっとお前は俺のことを信頼して全力で技をかけてくれたのだと思うそれに俺は答えることができなかった信頼を裏切る形になった本当に申し訳ないそれでもお前はプロレスを続けてほしい辛いかもしれないが続けてほしい」 斉藤の出した答えは間違いではなかったのだあ、今日はありがとうございますお疲れ様でしたお疲れ様でしたあ送れないかな大丈夫でんな感じで入れてみる <laughs> <laughs> 全然違うねうう行きます取ります笑ってください

チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。